パリーグ、はい、首位のライオンズがオールスター明け1勝4敗で2位ファイターズとのゲーム差 0.5 となりました。今日の結果次第でファイターズ首位に浮上します。ホークスとバファローズオールスター明け2勝3敗3位タイ、マリーンズ2勝3敗5位となっていて、最下位ながらイーグルスがオールスター明け5連勝中と。でライオンズの秋山が2014年9月から続く連続フルイニング出場を536試合としてパリーグ新記録を樹立しました。うん、秋山すごいですね。536試合フルイニングですもんね。体力あるわ。そうですね。で聞いたよう練習するってよ。精進精進。そうですね。いやまあまだまだねっていうか、どこまで伸ばしていくかというねことになりますね。はい。イーグルスがねオールスター明け5連勝中ということで、ちょっとこう息を吹き返してきたのかなという感じですよね。こういう開き直った野球を梨田監督は求めてたはず。引責辞任ですけども。はい。その監督が責任取るからお前ら伸び伸び野球やれよっていうようなことを多分思ってたはずですよ。そうですね。まあピッチャー陣先発塩見とかも6年ぶりにね完投勝利上げたりとかね、来たで。まあ岸はもう相変わらずという感じですけれどもね、はい。松井裕樹をちょっと中で使うような感じになってるんですかね。はい、はい。まあということで楽天がまあこれ息吹き返してきましたので、非常にまあ、パリーグをかき回すというかね、そういう存在になるのかなというふうにも思われます。パリーグじゃないと、はい。では一旦コマーシャル挟みまして、今度はセリーグの情報をいきたいと思います。さっきのさ、はいはいはい、ナベリョのホームラン、赤間の球場やね。赤間球場ですね。はいはいはい。サムスンライオンズとやってる時やわ。金じゃないですね。ということで2月21日か。もう記憶がもううるうるで申し訳ない、いやもう半年前っていうね、でもで、ね、いいバッティング見たんだわ。はい、うん、ではセリーグですけれども、カープがオールスター期4勝1敗首位がっちりキープ。2位ジャイアンツはオールスター前からの連勝7として貯金生活となりましたが、カープに連敗して勝率5割に逆戻り。ベイスターズはオールスター明け2勝3敗スワローズはオールスター明け4勝1敗で3位タイ。5位タイガースはオールスター前から5連敗でしたが、昨日連敗を止めて6位ドラゴンズはオールスター明け1勝4敗と。で、20日の金曜日、横浜スタジアム、ベイスターズ対タイガースのゲーム。この試合でベイスターズ、桑原が史上67人目、通算72回目となるサイクルヒット達成と。チームのサイクルヒット達成は2002年以来16年ぶりとなりました。ジャイアンツは17日火曜日、会見を行って、及川翔一オーナーが相次ぐ不祥事の責任を取って辞任することを発表。18日水曜日、読売新聞グループ本社代表取締役社長で、球団の取締役広報担当を務める山口俊一新オーナーの就任を発表しております。ということで、ジャイアンツは、2代に続いてオーナーがね、不祥事の責任を取って辞任ということになりました。巨人軍は新したれと。はい。残念なニュースが飛び交ってまんな。ちょっとそうですね。今戦場で戦っている選手たちは一生懸命頑張ってますよ。そうですね。監督コーチもその現場で携わっている人たちは本当一生懸命頑張ってるんですよ。はい。でもその頑張ってる選手の中に一人、武田鉄矢さんじゃないですけども、はい、腐ったみかんがあったら、はい、こんなことになるんですよ。はい。オーナーが辞任ってどれだけの大事やと思ってるんだと。そうですね。まあ一人というか二人三人という形になっちゃいましたけどもね。はい。で、ジャイアンツ自体も今ちょっと今日のゲームによっては自力優勝の可能性が消えてしまうというところまでね、ちょっと。ズームズームでカープにコテンパンにやられてるもんな。そうなんですよね。菅野で昨日もやられましたしね。はい。ちょっと苦しいんですが、その中、いい話としてはジャイアンツは上原がね、史上初の日米通算100勝100セーブ100ホールド。はい。達成いたしました。これ名球会のあり方変わるんかなと思って、はいはい、100勝100セーブの人、はい、僕は名球会に名球会昭和生まれの名球会って歌ってやってはるやんか、はい、とってもいいことやと思うね。2000本と200勝、はい、でもやっぱ野球ってすごく時代が変わってきてるから、はい、成績の出方も変わってきてるやん、うん、でそこで、250セーブの人とかも名球会入ったりしてるやん、はい、だったら100勝100セーブも入れていいんちゃうかとピッチャー目線で思うわけ。後ろも投げれる、先発もできるってスーパーピッチャーなのよ、はいはい、確かに昭和生まれの昭和のプロ野球を支えてくれた先輩方々の200勝もすごい数字やね、はいはい、でも平成に入ってからのプロ野球で100勝100セーブは俺相当すごいと思うよ。昭和から平成にかけてね、
そうですよね。100セーブ100ホールドはまた違うんですかね。いや、だからそれをどういうふうに委員会の人たちが決めるかやね。だからリリーフでホールドをどう評価するか。はい。で、抑えのセーブをどう評価するか。だって笹岡さんすごいピッチャーやん、はい、そうですね。あの人100勝100セーブ上げてるけど、ね、やっぱ名球会会員じゃないんですよ。そうですね、で、まあ、これが100勝100セーブの100ホールド、はい、トリプルハンドレットやで、ね、そうですね、すごいですね。名球会やろ、名球会という名人の集団を作るんであれば、まあ、名人やと思う。まあ今ね、この分業制が進んだ中でのね、全部に対応してんねんで。そういうことですね。こんなピッチャーおらんやろ。いないですね。かつての200勝以上の方に、はい、じゃあ、抑えとホールド上げれてましたかって尋ねたときに、多分、正直に言われる方は、いや、これ大変なことやなと。言われると思う。そうですよね。いやいや、俺らの時は先発監督が当たり前やから、それも正論。そうですね。そういう時代やったし、そういう野球やったからさ。すごいわ。まあ本当に上原おめでとうございますですし、これからもね、どんどん元気に投げてもらいたいなと。多分動くと思うよ。はあ。迷宮会、うんぬんかの、この今後も存続するんであればね。なるほど、なるほど。はい。はい、ということで、巨人はいろいろね、いい話と、残念な話とね、ありました。ね、糸井が戻ってきまして、ちょっと感知してないんですけれども、右足のね、骨折ある中で。そうやな、オールスターでもさ、はい、あれ休んでしまうと10試合出られへんからさ、そうですね。それ痛いということで、怪我をして出てたもんね。そうでしたね。ファンの方は喜んでくれてたけどさ。はい。ということで、セリーグの情報をお伝えしました。はい。